鹿島バスターミナルはかつて、茨城県鹿島市宮中にあった、関東鉄道が設置していた、バスターミナルである。旧鹿島営業所及び板子営業所の所属車両や、担当路線については、板子営業所を参照のこと。1970年に国鉄鹿島線が、開業するまでは、鹿島郡鹿島町の公共交通機関の中心となる、存在であった。当バスターミナルに併設して、 関東鉄道鹿島営業所があったが、2006年12月8日に、伊多執事に移転し、営業所名も、伊多営業所に変更された。営業所移転後もバス停留所として使用され、主に、東京方面への高速バスや、市内や上須市、銚子市方面への路線バスが発着していたが、2009年7月1日廃止となり、停留所の道路上への移設と停留所名の変更が、 行われた。ターミナル内部は営業所による乗車券窓口と待合室が設置されていた。待合室には関鉄プラザによる売店と立ち食いそば店が営業していた。そば店ではたい焼きも製造、販売されており、廃止前のホコタ駅のような、かつて関東鉄道の鉄道駅で営業されていたものと変わらない光景が見られた。2012年現在、 跡地はさら地になり、営業当時の面影は残っていない。また立ち入り禁止のため敷地に入ることはできない。関東鉄道ニュースリリース。関東鉄道ニュースリリース。ありがとうございます。